どうも、ハイチーです。今日は7月30日に今撮影しているんですけども、夏休み大体10日ぐらいが過ぎました。特に受験生の皆様は調子いかがでしょうか。この時期になってくるとですね、今やってる勉強が本当にこれでいいのかなとか、自分の今やってることに自信が持てなかったり、ちょっとこう疑問が浮かんできたり、いいのかこれでみたいな、に出てくる方がやっぱり多くなってきて、まあそういった質問今いっぱいいただいてるんですけど、ちょっとそんなとこに自分が思うことを少しだけ話していきます。で、やっぱりやってる時に勉強っていうのは、できれば効率的なことをやりたいじゃないですか。短時間でたくさんのことが吸収できればそれに越したことはないですし、もし、あとじゃあ30日間自分が思ったことをこれをやりましたってなるじゃん。で、30日過ぎた後に、実はこれをやった方がもっと効率的だったんだよってことが分かったら、やっぱりダメージは食らいますよね。あ、そっちやっとかよかったとか、もっと早くから知ればよかったって思う。人はそれまあ仕事とかでも同じようなことやっぱ思いますんで、まあそれはしょうがないと。まあ思うんですけど、でもじゃあ、もっといいのねえかなとか、今これでいいのかなやってることとかって不安になりながらっていうか、そのやってることに疑問を持ちながらやるっていうのは、ものすごく効率が下がります。なぜなら、だって今自分が勉強してて、やりながらだよ。やりながら、でもさ、これでやってて俺大丈夫なんかなって、今やってる行動に対して自信が持てなかったら、それに自信が持てない分、やっぱりこう吸収できるものも少なくなっちゃうんだよね。逆に今自分が信じたことをこれをやろうって、もうこれをやればいいんだって集中してる方は、そこしか見てないから余計な雑念がないんで、やっぱりいっぱい吸収できると。だから同じことをやってるのに、そこでまた差が生まれてしまうんだよね。だから自分がよく思うことは、今日勉強内容っていうのはやっぱりベストってないんですよ。みんな自身がね、これが一番ベストだよって、あなたにはこれがベストだっていうのはないっていうか、もしあるとしたら、それはもう1年間とか受験勉強が全部終わった時に余裕ができて、振り返っていろんなものがね、今はさ、どうしてもこういう風に視点が狭くなってるところ、もう余裕があるからさ、いろんなものを見てみて、あ、いろんなことを知ったけど、やっぱり俺がやったことが一番良かったよねって思うことはできるかもしんない。でも今この状態でそれを求めるのはやっぱきついよね。であれば、今みんな自身がやってることをもうね、ごちゃごちゃ考えてもしゃあねえと、ちょっと開き直って、今自分がやると決めたことを自信を持ってやろうって、そっから一つでも多くのことを吸収しようっていう風に切り替えた方がいい。もっといいものないかな、もっと効率的なものないかなって求めるんじゃなくて、今やってることをやったるでっていう風にやった方がいいよ。で、ただもし一個ちょっと確認するか、自分がやってることがいいのかなって確認材料としては、例えばみんな参考書とかわかんないけどね、いろんなもの使ってると思うんですけど、その時にもう当たり前ですけど、もし今やってる参考書が全部わかると、もう全然、あ、もう余裕、もちろん偏差値75とかさ、すげえとこ目指してる方があり得るかもしんないけど、余裕すぎる問題集をやってもあんまり吸収できないよね。だってできるんだもん、それは良くないと。で、逆もしかりで、全然わかんねえって。もう、例えば、問題集っていうのは、基礎、応用、発展みたいなのがページ数に分かれたりしますよね。A 問題、B 問題、C 問題、書き方はいろいろあると思いますけど。で、それの A 問題からも全然わかんねえ、みたいな。ってなると、それはきっと、A 問題は基本って書いてあるけど、みんなその子にとっては基本じゃないんだよ。ちょっと難しすぎる。だからそれはレベルが合ってないから、一番いいのは、分かる問題もあるけど、やっぱり分からない問題もあるっていう。つまり、確認もできてるけど、分からない問題で新しいことも勉強ができてるっていう、そのぐらいの難易度設定のものをちゃんとやってるかっていうところが大事。問題集をやるんであれば。でも、それを厳密に、じゃあ何割ぐらいできたらいいんですかとか、そんなは必要ないんだって。ただただ、分かんないものがちゃんとあって、分かんないものと出会って、それをできるようにしたら確実にレベルが上がってんだから、それがちゃんと体感できるというか、ちゃんとレベルアップできる問題集を使ってれば問題ない。もちろん、全部分からないっていうのが悪くないの。だって全部分からなくて、それを吸収すれば全部レベルアップできるんだけど、モチベーションが持たないんだって。全部分かんなかったら。だって、これやってわかんねえ、次もわかんねえってなっちゃうから、だからそこのレベル設定はちょっと難しくなってくるんだけど、自分がやってるものでわかんないのがあって確実にちゃんとレベルアップができてるって。だからそのためにも、いつも言うように新しいことを覚えるっていうことと、覚えたことを忘れないっていうことをちゃんとセットで勉強しなきゃいけないけど、それをやってて自分が昨日より新しいことができるようになってるってなってれば間違ってないから、いい、それは信じてやればいい。
で、やっていく中で、例えばいろんな情報知るよね。こういうのもあるんだよ。こういうのもあるんだよって。例えば自分の動画を知らなかった方が、こんな動画が YouTube にあるんだよって知りましたって。で、新しいものを取り入れてみて、あ、これも入れる、これもやってみてもいいかもって、プラスにしてってもいい。もちろん、今やってるものを入れ替えても構わないし。それは、臨機応変にやったらいいと思うんだけど、今みんな自身が何か勉強してるんであれば、そこにちゃんと自信を持つ。ちゃんとね、新しいことを吸収できてるんだったら。いいかい？ごちゃごちゃ考えるのは悪くない。そう思う気持ちもすごくわかる。でも、それをやる、ごちゃごちゃ考えることによって効率が下がるのが非常にもったいないので、ぜひね、まあもうちょっとで8月になりますんで、少し切り替えて、もうやったんでっていう気持ちでぜひチャレンジしてみてください。